パワーブック 2400C とは、かつて、アップルコンピューターが販売していた、パワーブックシリーズの一種である。パワーブック 2400C は、パワーブックデュオ 2300C-100 の実質的後継のサブノート型ノートパソコンで、アップル初の日本向けモデルである。初代モデルのパワーブック 2400C-180 は、 1997年5月30日に43万8000円で発売された。また、翌1998年4月には、スペックのアップグレードや熱対策、ネジの脱落防止策が施された、パワーブック 2400C-240 が登場している。フロッピーディスクドライブは、外付けの付属品であり、光学ドライブは付属していないが、 再インストール用のマコスは CD ロムで同梱されていた。パワーブック 2400C は当時のパワーブックシリーズの最上位機種であったパワーブック 3400C の性能を詰め込んだスペックであり、携帯性とコストパフォーマンスに優れたマシンであると評価された。携帯性を重視する日本市場をターゲットとしていただけに日本においては かなりの人気モデルとなったが、アメリカでの売り上げはわずか5000台程度に止まり、全シリーズの累計出荷台数は7万台程度となった。しかしながら、クリックボタンの不良や CPU が熱で破損する等の不具合も多く発生したこともあり、パワーブック 2400C は失敗とみなされている。この機種より後、ターゲットを地域限定としたモデルが開発されたことが、ない。 クリアタイプのサードパーティー製 US 配列キーボードへ完走したパワーブック 2400C パワーブック 2400C のプロジェクトを進めたのは1996年2月から翌年7月までアップルの最高経営責任者であったギル・アメリオ自身でアメリオが日本に派遣した技術者チームが東京の満員電車を体験して 小型軽量マシンのきっかけをつかんだとされる。当時の日本 IBM と共同で開発され、当時シンクパッド535を製造していた日本 IBM 藤沢事業所でパワーブック 2400C も製造された。小さな筐体にパワーブック3400相当のスペックを詰め込むため、シンクパッド535と同様にロジックボードを三段構造としている。 また、液晶パネルを、シンクパッド535と同じ通し場製にしたり、IBM 製ハードディスクドライブを採用するなどして、シンクパッドとの共通化で、コストダウンも図られた。なお、シンクパッド535は、パワーブック2400シートの比較対象とされる、ことも多い。外観は、アップル本社のデザイナーチームによりデザインされているが、 当時のアップル日本法人の意見が組まれている。また当時、パワー PC G3 へのアップグレードカードが販売されていたが、製造していたメーカーは2社ともに倒産し、新品でのアップグレードは極めて困難になっている。ありがとうございます。